Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat siang diucapkan kepada semua yang hadir pada workshop pada hari ini. Minasan honto ni konnichiwa. Ogenki desu ka? Konnichiwa. Konnichiwa. Makoto ni arigatou gozaimasu. Desu kyou no workshop desu ne. Dai ni workshop nan desu kedomo 第2 回ですね。今日のテーマとしてはですね、第2外国語において日本語、日本語の評価方法について皆さんとちょっと話し合いたいと思うんですけれども、その前にですね、まず皆さんをそれぞれ自己紹介したいと思いますけれども、まずですね、私からですけれども、私はガザリと申します。マレーシアの、日本語教師としても、あと何年かというかな。30年ぐらいですね、働いていますけど、もう結構長いですね。あとですね、こちらも PDPP、日本語の PDPP コースの皆さんも、一緒にいらっしゃるんですけども、あとまずですね、シャフィカさんから自己紹介してもらえますか。どうぞ、シャフィカさん。はい、皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。お願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。続けて、どうぞ。はい、次は私です。はい、どうぞ。こんにちは。はじめまして。私はナビラと申します。どうぞよろしくお願いします。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。ナビラさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、次の方、どうぞ。はい、次は私です。はい。あゆねと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、次の方はどうぞ。はい、次私です。私はファティマです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、次の方はどうぞ。はい、私です。リアナです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、次は、次の方はどうぞ。はい、ナビさんです、はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、次の方はどうぞ。マリーシャ側、どうぞ。はい、パジャです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、次は。はい、ザイロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。以上、マレーシアからの、パネルというか、まあ、今回参加できる、皆さんですね、お紹介、自己紹介をしてもらったんですけども、続きまして、インドネシア側の先生方からの自己紹介してもらいたいと思うんですけども、まず、ビニー先生から始めたいと思います。どうぞ、ビニー先生。はい、どうも、はじめまして。ビニーと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、続けてどうぞ。次の方は、はい、私です。はい、どうぞ、リーさん。はじめまして、私はリサと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、次は私です。はい、どうぞ。はい、はじめまして。私はイリンと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、次は私です。はい、私はシティムカロマと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、次は私です。はい。はじめまして。はじめまして。ジャニートリビディアラナです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、以上ですね。インドネシア側の姿ですけども、です。今日は本当にどうもありがとうございます。やっぱり今日の目的は、マレーシアと日本の、先生方の間にどのように日本語使用かについてを話し合いたいと思うんですけども、まずですね、日本、マレーシア側からですね、ほとんどま、ほとんどま、マレーシア側は、今現在、日本語教育についてを、勉強されている方々ですけれども、また日本、インドネシア側は、もうすでに現役の日本語教師、つまり学校で、今、先生として勤めていらっしゃる先生方です。ですね、今日の目的としてはですね、まず一人は、一つはですね、マレーシアと日本の間ですね、どのように、良い関係を
しな、あのですね、あの、救っていけるかということですね。または、あの、日本語教育について、マリーサというものがどのように、あの、運行しているかということをちょっと見てみたいと思います。皆さんよろしいですか？今日のワークショップはですね、あの、日本語だけじゃなくて、あとバイリンガル語で、バイリンガル語で、あの、やって、あの、話し合いたいと思います。つまり、日本語、マレー語、つまり、インドネシア語、両方使ってもよろしいと思います。いいですか？いいですね。先ほども紹介もしていただいたんですけれども、はい、ですね、あの、する前に改めてですね、ワークショップが始まる前に改めて今日のテーマを皆さんに紹介したいと思いますけれども、今日のテーマはですね、あと第二外国語において日本語の使用化方法について、あの、テーマとして話し合いたいと思います。いいですか？じゃあ、やる前にですね、多分、最初のパネルからちょっと、プレゼンテーションをしてもらいたいと思いますけども、まあ、最初はインドネシアからですね、インドネシア側の先生方からですね、アイコじゃなくて、ブビニさんですか？誰ですか？はい、はい、すみません。これはアイコのコンピューターですから。すみません。ブビニさん、どうぞよろしくお願いします。はい。皆さん、こんにちは。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 今回は私たちは日本語の表現について発表させていただいて本当にありがとうございます。インドネシアの教師は今5人で根本的な言語を勉強することは4つありますね。それは聞く、別に分けて発表します。発表する前に、一般的な日本語の科目として説明します。インドネシアの学校の制度は、6、3、3、4で、6は小学校、3は中学校、また3は高校、そして4は大学です。インドネシアの制度は、いつから日本語を勉強しますか？インドネシアのカリキュラムは、英語以外に外国語の勉強するときは、大体ここからですね。中学校から英語以外に外国語を教える学校もありますが、とても少ないです。10% 以下だと思います。ちょっとマレーシアと違うと思いますので。インドネシアの高校のクラスは、大体、理科系、社会系、言語クラスで、言語のクラスは一番少ないです。そして、言語のクラスは、日本語の以外に、ドイツ語とか、中国語とか、韓国語もすごく増やってありますね、インドネシアには。そのおかげで、私たちは、ちょっと言語クラス、言語クラスには何を勉強するかを本当に競争します。学にいる日本語の先生は英語を教えますか？日本語の先生だけじゃなくて他の外国語の先生もいらっしゃいましたので、例えばドイツ語の先生がいらっしゃったら生徒たちは何を勉強するかを本当に競争します。同じ公民だったら、なんというかな、いつも交換します。ということです。それは本当に大変なことだと思いますね。私たちにとってはチャレンジ。チャレンジだと思いますね。それなので、私たちが日本語の教師としていろいろなことをしなければなりません。ミニ先生、ちょっとお願いします。言語クラスには、外国語、無数科目で。ちょっと待ってて。先生、itu jangan dulu, maksudnya jangan ini jangan. 言語クラスには、外国語、無数科目で、社会系クラスと理解理科系クラスには選択科目です。そして、1週間に何時間勉強しますか？必須科目として、
sentaku komukoto ste. Junen sewa, junen seto, junen sewa, sanjikang de. Junen sewa, yojikang des. Ichi jikang wa, yonjuko fung des. So ste awasete isukang ni, hiyaku sanjuko fung burai. Nihongo benko shimasu ka, corona no sai de, online jukyo de. Daitai 50% burai tase shimasu. Indonesia no kyoshi toste, isukang ni nanjikang osie nakereba narimasen ka? Indonesia no kiyoshi wa isukang ni sukunaku tomo 24 jikan ni osie nakereba narimasen. Toyukoto wa ichikurasu wa 3 jikan de sensei wa hachikurasu ni osie nakereba narimasen. Hengda to omoimasu ka? Kimu desu kara kanarazu shimasu. Nihongo no kiyoshi wa nani imasu ka? Ingasi jawab dake de Yaku nin ijo desu kara, soka kuking de nihon e iku chansu to ka totemo kiyoshi shimasu. Mata, nihon e ikitai sensei mo ozei imasu. Sono ryo de boku wa sa to hanasu chansu ga nakanaka nai to omoimasu. Demo saikin wa digital no okage de online kara benku surukoto ga dekite honto ni tasukarimasu. Kokosei wa nansai gurai desu ka? Koko sai wa daitai 19 sai kara 19 sai gurai made desu. Kore wa ippandaki na Indonesian no Nihongo jukyo to ippandaki na gakko no jukyo seido desu. So iu kange de watashi no iken wa koko no Nihongo no jukyo to daigaku no jukyo no jukyo ga mattaku chigau to omoimasu. Sore wa jikan no kange ga aru to omoimasu. Toyukoto desu ne. Dakara, konkai wa watashi tachi no hapyo wa chotto betsu-betsu no gaku ni yotte betsu-betsu no keiken o hiyokani toshite hapyo shitai to omoimasu. Minasan arigatou gozaimasu. Totemo yokatta desu ne. Yappari Nihon, Malaysia to Indonesia gawa no soisore no kyoku seidu nitsuite wa chotto chigatteru tokoro aru kamoshiremasen desu kedomo, sakihodo sesumei shita youni, muchiron desu ne, yarikata toshite wa ireiro aru desu kedomo, tada ma desu ne, pandemi no naka ni ireiro hoho desu ne, jougyou no kyuju ho, toku ni desu ne, henko nattari surun desu kedomo, ma kyoshi toshite kanarazu doushitemo oshieru koto wa daiji desu kara. 教えなければないということですね。そうです。ですはい、教科としてはもう、いろいろ変化になっていると思うんですけども、特にパンデミーの間ですね、普通の、対面の授業をやるときはちょっと違って、今は、オンラインの授業ということで、多分、いろいろの方法も違ってくるかもしれませんけども、その点についても、ぜひぜひ皆さんですね、もともとこれからですね、話し合ってもらいたいと思うんですけれども、ですね、やっぱり、パネルですね、発表した後ですね、皆さんに、アウト時間をですね、ちょっと用意しますので、ぜひぜひ、もし質問があれば、質問をしてくださいね。で、ビニーさん、ビニ先生、続けてどうぞやってください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、先生、すみません。でも、今回の発表の評価としては、オンラインの評価と、普通のオフラインの中継をしますので、大丈夫ですか？はい、どうぞ、大丈夫ですよ。私たちの準備は、やっぱりマリーサでもですね、両方、つまり、ブレンデッドレーニングということは、両方やってるので、ぜひぜひ、これからもですね、こちらからもですね、インドネシア側はどうやってそれをやるかということをちょっと聞きたいんですね。よろしくお願いします。じゃあ、ビニ先生、続けて聞いてください。はい、どうぞ。はい、よろしくね。はい、わかりました。お願いいたします。ビニ先生、お願いします。見えますか？まだです。皆さん、今は日本語の評価について発表したいと思います。でも、見えますか？あ、見えます。チャクチャク。みんな見えますか？
はい、見えます。ありがとうございます。はい、日本語の評価については、この発表は聞くことですね。読むこと、そして書くこと、話すこと。最初は聞くことなんですけど、私始めます。はい、次はお願いします。はい。ちょっと待ってですね。ねえ先生。もう変更しましたか？フルスクリーン。ちょっと、ニュースライトしました。フルスクリーン、しだや。もうしましたけど、こちらからまだ見えません。まだ見えません。そうですね。でも、ナイニ先生はもうしました。じゃあ、待ってます。ちょっと、どうしてかな。ちょっともう一回お願いします。先も自己紹介しましたので、ちょっと、次はお願いします。次はお願いします。Any sense? Slide selanjutnya. はい。はい。この日本語の聞くことの評価としては、私発表します。その後は Any sense も発表します。その次はお願いします。まだです。こちらにまだです。Eflima先生。はい。ちょっとこのスライドは、ネリ先生しましたけど。できませんか？こちらにまだ見えませんから。じゃあ、このくらい大丈夫だと思います。スライドしません。大丈夫ですね。Eflima先生、できませんか？PDF ですか？ PDF なら多分。PDF しないですね。ちょっと録音あるから。はい。フルスクリーン。フルスクリーン、ナイニ先生は申しましたけど、こちらからまだ見えません。まだ見えません。フルスクリーンは F5。Lanjutnya, Sensei. Lanjutnya. Terus, atasnya lagi. Sebelumnya, sebelum saya belum ngomong. Satu, sono ue. Sono mai. Sakit. Yang tadi. Hai, onegai shimasu. Demo kochira ni mada henko shimasen. Neni sensei no. Share screen wa miemasu ka? Miemasen ka? Watashi kara mada kazoku no koto desu ne. 見えます。見えます。こちらからまだ見えません。はい。聞き取り書いてあるやつですね。今日は私は、今後の聞くことについて話したいと思います。聞くことはどうやって評価をしますか？これから順番説明します。Belum, Bunda ini belum, masih belum. Kalau saya bilang, anu baru, anu ya. Kiku kota dake, jisai no hyoka, toruko, mada, kore wa dekinai desu. Terus dia suku kara miru. Mohon maaf ya, saya langsung lihat dari Neni Sensei no komputer kara. Hai. 聞くことだけで実際の評価を取ることが本当に難しいと思いますので、なぜかというと、聞くことは話すことが書くこととか全部部分は強い関係がありますので、聞くだけで評価を取ったら本当に難しいと思います。でも経験がありますので、今回は聞き
テーマは家族のことです。この宗教は何年生ですか？この宗教は家族のテーマですから、インドネシアの場合は1年生のためです。何時間ですか？私は2時間を使ってこの授業をします。目的は何ですか？目的は生徒たち、目的は生徒たちは家族について話します。例えば、何人家族ですか？何人兄弟ですか？どんな性格ですか？好きなことは何ですか？趣味は何ですか？こういうことが勉強しますか？今回は、ただ家族のことと家族のメンバーの性格について勉強します。どうやって勉強しますか？最初は皆さんに家族について聞きます。何人家族ですか？何人兄弟ですか？性格はどうですか？好きなことは何ですか？先と同じくらいですね。趣味は何ですか？こういうことが生徒たちに聞きます。何のために生徒たちに聞きますか？これはモチベーションを上がるためですね。生徒たちに聞いてからテーマについて説明します。じゃあ皆さん、あら、授業の聞き取りのテーマは家族です。次はお願いします。はい。これは聞き取りのことです。聞き取りはどうですか？簡単です。簡単ですか？難しいですか？難しいです。あ、本当ですか？難しいなら、ちょっとこれからよく来てくださいね。本当に教え方は難しいですね。皆さんは、はい、そうですね。教え方は難しいです。だから、よく忘れてしまいましたね。ただ、聞くだけは足りないですからね。ただ、いつも合わせてします。皆さんは写真を見ながら聞いてください。ちょっと、できますか先生。その録音。全体的な録音だけ。Yang paling atas. Itu coba diputarkan. Ah. Kikoemasen desu ne. Kikoemasen. Chotto taihen. Sisai wa zentai taiki ni kikitori dekite, soshite 1 kai 2 kai gurai koyu koto yatte, moshi mou wakattara, totsu zutsu motto kakunin shite, sore wa dekittara mata mochi wo awasete dashika doka saki no kikitori wa koyu koto wa hontou ni ii to omoimasu ne. Hai, sumimasen, chono rokuon wa kochira ni dekinai desu keredomo, chitsu wa kono tema wa rokuon shinagara chono kodoba toka kazoku no suite toka kikimasu ne. Donna hatsuon desu ka? Tada shi buku wa sato shite donna hatsuon desu ka? Watashi chotto namari wa keko aru kara なんというかな、僕はさと似ていることはちょっとはっきりできないと思いますね。ただ、私、特にジャワ人ですから、なまりは結構あります。はい、次はお願いします。見えますか、先生？友達、ちょっと2人立っている人は？そして、その写真も2人で。こちらに本当に見えません。すみません。はい、見えます、ね。ありがとうございます。家族の意見に友達も説明します。それは、さっきと同じルールですね。最初は、発音を聞いて、1回、2回、3回ぐらい聞いて、その後は、文字を合わせて、また聞いて、こういうこと。他の部分、例えば書くこととか読むこととか聞くことは本当に少し一番少しと思いますね。なぜかというと時間の関係ありますので本当にあまりしないと思います。私ただ1回2回くらいこういうこと。はい、その次はお願いします。家族のことを分かったら、家族のメンバーの性格とか、
綺麗かどうか、かっこいいかどうか、こういうことを説明しますね。やり方とか前と同じですから、最初は全体的な録音をします。聞きます。その後は一つずつ、一番二番の発音をまた確認して、できたらまた、その文字を合わせてこういうことをしました。本当にはっきり同じ、前と同じルールです。次はお願いします。はい、そういう文字ですね。この文は、ちょっとこのスライド、1、2スライドでは録音のスライドだけですから見えますか？見えますか？すみません。その録音だけのスライドは見えますか？ 1、2、3、4。見えません。見えません。あ、すみません。ちょっと待っています。こうスライドまで。うん。5スライドまで。5スライドまで。ちょっと遅いですね。うん。私のパソコンは少しトラベルありますので、ナイニ先生のパソコン使います。でも、ナイニ先生もちょっと、もうしましたけど、こちらからもまだ見えません。まだ見えません。そう、それは大変です。見えません、先生。こちらにまだここまで。あ、はい。見えますか？見えます。ありがとうございます。見えます。はい、皆さん、この部分は少し難しいと思いますね。なぜかというと、前のこととこの単語だけですから違いますので、そんなに難しくないと思いますので、これから会話から難しいと思います。先の部分はただ言葉ですね。そして、この部分は会話です。絵もないですから、本当に難しいと思いますので、でも何回何回練習したらできると思います。1回、2回、3回聞いて、そして言って、そして書いて、それは本当にいいと思いますので、でもこの文はただ聞くだけですから、聞いて、分かって、こういうことにしますね。はい、その後お願いします。ねね先生。そして、先の言葉とか、文章とか会話とかもしましたけど、どうやって評価を取りますか？私の場合はこういうことにしますね。これは私やったことですね。この絵は、例えば、この絵は三つの絵。三つの絵を使って、そして、ちょっと、自分の発音とか、僕はその発音とか合わせてこういうことします。正しいかどうか。一つ選んで、例えば、その A1、2、3と、そして、発音は1、2、3を合わせて、もし、1、そして発音は1、または、この A は2、発音は3ということに合わせて。でも、この A は Google Classroom にあります。そして、発音はどこにありますか？発音は、私は、WhatsApp に送ります。なぜかというと、もしこっちに入って、ちょっと私難しいと思いますので、ちょっと簡単なことをして、WhatsApp から送ります。こういうことにします。ちょっと正しいかどうか、こういうこと、確認のためですね。はい、そしてお願いします。先生、そして、はい。結果はどうですか？結果は、まだ同じ Google Classroom に載ってありますね。先の書いた、ちょっと合わせている発音と絵は、こっちに、その結果はこっちに書いてあります。どのくらい取りますか？その点数は、もし、ただ、全部ただしなら、満点は99点ですね。でも、もし全部、ダメだったら、その点数は同じで0点ですね。こういうことにします。
Dakara, kochi kara mitte, dono gurai seto tachi wa wakatte koyu koto ni yoku miemasu. Hontou ni motto raku da to omoimasu ne, koyu koto o shitara. Hai, suki wa Neni sensei, onegai shimasu. はい、皆さん。さあ、何です。次先生と、互いに来て、ここで、ここに、日本語を持っています。次のスライドですね。お願いします。 はい、では、菊の評価を説明しています。評価のロブリックは、このようなロブリックです。ちょっとお願いします。見えますか？はい、見えます。見えます。見えます。はい。4の意味は、とても分かりました。 3の意味は分かりました。2の意味は自分分かりました。1スコアの意味はあまり分かりません。そして次は、点はこれ jumlah perolehan skor dari skor yang didapat, skor yang diperoleh per jumlah skor maksimal minus kuares dikalikan 100 untuk menghasilkan nilai masing-masing siswa. Hai, segi. Hachi juroku ijo no ten no imi wa Saito tachi ga bunshou ni suite yoku wakarimasu. 81 ten kara 85 ten made no ten su no imi wa Saito tachi ga bunshou ni suite wakarimasu. Sugi, 76 ten kara 80 ten made ten su no imi wa Saito tachi wa bunshou ni suite 十分わかります。75以下の点数の意味は生徒たちがあまりわかりません。はい、次。私の声が聞きますか？聞くことができますか？聞けます。聞けます。聞こえます。はい。 じゃあ、次のスライド。Ada tingkatan nilai yang diperoleh dari masing-masing siswa dari peserta didik. 86 ijo no tensu no imi wa saito tachi ga bunshou ni suite yoku wakarimasu. Sangat baik dengan nilai A. 次 81 ten kara 85 ten made no ten su no imi wa saito tachi ga bunshou ni suite wakarimasu. 81 ten kara 85 ten made no imi wa ii desu. Baik dengan nilai B. Siswa mendapatkan nilai dengan B. Hai, sugi. 76 ten kara 80 ten made no imi wa jubun desu. Cukup baik dengan nilai C. Saigo,
75 ikka no ini wa yokunai desu. Yokunai desu kara mo ikkai tesuto o torimasu. Dengan nilai yang kurang dari 76 siswa untuk pemahamannya mendapatkan nilai kurang baik. Ya. Kore de owarimasu. Arigato gozaimashita. Hai. Saki, sore wa watashi tachi no hakkyou desu ne. Hai, nanika sasumon atara dozo. Arimasu ka, arimasen ka? Sasumon ga arimasu ka? はい、私から一つの質問があります。どうぞ、お願いします。聞き取り練習の時、生徒たちに、その、なんていうかな、録音を先に聞くのか、その前にその生徒たちにその新しい言葉を紹介するか、どっちの方法がいいですか？先生方にとってはどっちの方法がいいですか？私たちの場合は最初は聞く練習です。聞く練習できたら話す練習、話す練習できたら書く練習、その前は読む練習もできると思います。書く練習は一番難しいと思いますので、できたら聞く練習、話す練習、読む練習、そして最後は書く練習です。そういうことをします。どうですか？ということで、授業の中には、それは4つの技能は、その一緒にやりますかということですか？実は時間あったら、一緒にやりますけど、時間がなかったら、ちょっと、部分に教えますね。でも、聞くだけは、一回できないと思いますので、できたら聞く練習、話す練習、読む練習、そういうことを合わせてします。はい、わかりました。ありがとうございます。他の質問はどうぞ。ありませんか？十分ですか？私、一つ質問したいんです。はい、どうぞ。聞き取りの、まあ、聞くを注目したいなら、聞き取りの、教材はいつもどこからどうするんですか？オンラインの教材か、自分が作った教材とか、うん、ちょっとそれを教えてください。はい。実はいろいろな本を使いますので、自分で作ってもできるし、他の本とか、とてもあるし、そして、あるオンライン本も、PPT こういうこともありますので、も使います。だから、もしそれはなかったら、自分で作ってもできると思います。結構難しいですからね。その、時間がかかると思いますので、その聞き取りのためです。はい、他の質問はどうぞ。まだありますか？ありませんか？
Jubung desu ka? Hai, jubung nara mata suzuke mas ne. Eto, sono, ato wa Lisa sensei yo, yomu hyouka wo hapyou shimasu. Lisa sensei onegai shimasu. Miemasuka? Mada desu. Miemasu. Miemasu. Arigatou gozaimasu. Ya, hai, watashi wa Lisa desu. Jidoacho kara desu. Watashi wa Bini sensei to Nami sensei wa onaji machi desu. Minasan wa Indonesia e takoto ga arimasu ka? Hai. まだですか？はい。じゃあ私もまだ、マレーシアに行ったことがありません。じゃあぜひ聞いてください。また、はい。はい。いつかまた行きますね。はい、行きたいです。はい、じゃあ今私は日本語の読むの、評価について話します。これは私の自己紹介です。私は指導状態にモハマディア高校で教えています。私の趣味は料理好きです。辛い食べ物が大好きです。皆さんは辛い食べ物が好きですか？私はでも好きです。はい、じゃあ、日本語の読むの評価は、はい。読むの評価の前は生徒たちも語彙や文法や文章を勉強しました。じゃあ読むかするとき、少し復習をすることができます。ですから、話の内容は勉強した知識と対応します。ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan kegiatan membaca. Nah, sebelum membaca, hyouka no mae ni bisuyou na koto wa ichiban dare no tame desu ka? Sore kara niban wa nani o mokuteki desu ka? Nani o mokuteki desu ka? Hai, san wa donna noryoku no hyouka desu ka?最後は、評価方法はどうですか？じゃあ、はい。読むの評価目的。私のとって読む目的が2つあります。読むの評価と、それから、ターゲットを特定するです。そう、ターゲットを測定です。はい、読むの中に、一番、ketepatan pengucapan pelafalan kata atau kalimat、発音のことです。それから、二番は、ketepatan intonasi、intonation のことです。三番は、kelancaran membaca。Kelancaran membaca wa yomu koto wa jura desu. Yombang wa jelasan suara. Oto wa hakiri wakarimasu. Sore kara target to no naka ni. Dalam target ada memahami makna kata atau kalimat. No wa koi toka bunsho toka wakarimasu. Nibang me wa menentukan tema bacaan.Hanasu no tema wa wakarimasu. Sore kara 3番は menyimpulkan isi bacaan. Hanasu to no matome wa nan desu ka? 4番は menyampaikan informasi sesuai bacaan. Hanasu no naka ni donna information ga arimasu ka? Sore wa penilaian dalam kemampuan membaca.はい、次は流れ。
はい、流れ。3つがあります。1番は読む、はい。2番は読むのとき、それから読んだ後。はい。1番は読む前。はい。この読む前は、tujuannya adalah memberikan motivasi. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran membaca, diawali dengan memberikan motivasi. Motivation. Memberikan motivasi pada siswa dengan cara, dengan berbagai cara, misalnya bertanya jawab. Kalau tadi dimisin sewa, saya mau kajoku des. Ya, saya tuh tadi sini. Cumong cimas atau eba tinggal dengan siapa di rumah, siapa saja yang ada di rumah, kemudian apa hobi anggota keluarga yang lain, siapa anggota keluarga dan seterusnya, atau dengan gambar. Jadi kalau ada pohon keluarga nih, pohon keluarga wa misete diperlihatkan, sekarang minasan wa disunisimas kono ewa nandeska. Itu untuk menumbuhkan motivasi, membuka pikiran bahwa nanti kita akan belajar tentang belajar baca, membaca tentang tema tersebut. Sore wa yomu mai, sekarang yomu des. Hai. Ketika dalam kegiatan membaca, itu biasanya saya melakukan yang pertama adalah meminta anak-anak untuk membaca sendiri bacaan yang saya berikan. Hai. Itu, setelah itu, anak-anak akan saya minta untuk mencari muzukashi kotoba, toka muzukashi bunshou, toka arimaska. Setelah itu saya beri kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya kepada saya, bertanya kesulitan-kesulitan apa yang ditemui, seperti itu. Setelah kita membahas tentang kesulitan-kesulitan yang ditemui, kemudian sekarang isyoni yomimasu. Nah, sekarang siswa menirukan apa yang sensei ucapkan untuk melatih pengucapan hatsuong toka intonasi yang benar. Intonasi hatsuong ga oshiete kuremasu. Jadi siswa mendengarkan kemudian menirukan sensei. Setelah itu bersama-sama isyoni kono hanashi no naiyo wa hanashimasu. Jadi kita membicarakan apa sih yang ada di dalam bacaan tersebut. Ayo wa nan desu ka? Seperti itu. Hai. Sekara yonda no ato desu. Kono yonda no ato wa yonda no ato wa seto tachi wa kanso shite iru koto ga dekimasu. Sensei wa seto tachi no kanso wo shite iru koto ga dekimasu. Jadi mengetahui respon siswa terhadap bacaan tersebut. Kemudian kedua adalah untuk menguji pemahaman siswa. Rikai wo cekku shimasu. Untuk rikai wa kono katsudo wa seto tachi ni tetsumon ageru toka kakko tesu ikimasu. Jadi sensei bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang isi dari bacaan yang sudah dibaca tadi, atau dengan memberikan tes tulis ataupun tes lisan. Jadi setelah membahas tadi, untuk mengetahui pemahaman siswa dilakukan baik secara langsung maupun secara tulis. Hai, sugi wa
instrumen penilaian. Lewat aspek penilaiannya adalah ada ketepatan pengucapan. Hatsu wa ii desu. Lewat hatsu no koto desu. Sore kara intonasi, sore kara kelancaran membaca, dan kejelasan suara. Skala penilaiannya lewat kuten wa ii desu. Totemo ii desu. Sore kara yonten wa ii desu. Santen wa jubun desu. Iten wa tarinai desu. Sore kara iten wa ichiten wa totemo tarinai desu. Ini instrumen untuk mempelajari atau mengetahui kemampuan berbicara. Hai, sore kara instrumen penilaian untuk tes tulis atau lisan. Aspek penilaiannya adalah memahami makna kata atau kalimat. Ini wanan desu. Ini kotoba no imi wa wakarimasu. Sore kara tema mo wakarimasu. Sanban mo wa hanasu no naiyo wa wakarimasu. Yonban wa information. Ga nano information. Hanashi no naka ni information ga arimasu ka? Nan no information desu ka? Sore wa skala penilaian wa onaji desu. 5 wa totemo ii desu. 4 wa ii desu. Sore kara 3 wa jubun desu. 2 wa arinai desu. 1 wa totemo tarinai desu. Hai, じゃあこれはルールです。同じです。あのネニス先生と同じです。コルポロライハン、スコルマキマル、100%、ミラです。はい、インデックスカテゴリーはちょっと同じです。はい、91点から100点までいいです。それから81点から90点までいいです。71点から81点から70点まで足りないです。0点から60点までで、も足りないです。Hai, kore wa pedoman rubrik penilaian. Ii koto wa nan desu ka? Kore wa indikator skala penilaian. Ini wa nda ketepatan pengucapan. Hatsuon to ka, intonasion to ka. Kore wa ii desu to demo ii desu. Sore kara bila dapat memahami kata tema menyampaikan informasi ya kono tema wa sekara informasi enggak yoku arimasu wa sangat baik to hai sekara baik bila terdapat sedikit kesalahan chodo razashiku nai ga attara kore wa yontai ni di bila terdapat sedikit kesalahan pada memahami kata atau kalimat kore wa yonten ni narimasu. Hai, sore wa jubun desu. Bila terdapat kesalahan dua unsur pada ketepatan pengucapan, kejelasan intonasi, kore wa santen ni narimasu. Hai, sore kara biwa bila terdapat kesalahan dalam memahami kata kedua unsur memahami kata tema menyimpulkan bacaan sewa panjangi hai sewa tarinai desu iniwa bila terdapat kesalahan hampir unsur atau tiga unsur yang tadi dinilaikan terdapat kesalahan pada tiga unsur
Rewa ni narimas. Sore kara bila terdapat kesalahan hampir semua unsur, tiga unsur dalam memahami kalimat tema dan lain sebagainya. Rewa ni pendek. Hai, rewa sore kara isi tema bila seluruh unsur sembude dan resi kunai des. Rewa isi tema narimas. Hai. Sore kare. Contoh membaca. Oke. Hai. Tema wa kazoku desu. Kazoku wa watashi no koko de ichinensei ni kenkyou shimasu. Hai. Kore wa kazoku desu. この話は家族について話します。はい、私はこの話はひらがなと書きます。パンデミーの前に1年生はひらがなを書かなければなりません。じゃあ皆さんはできます。でもパンデミーにちょっと難しいです。はい。それは、これ、ソアー。はい。いろいろな、バニャ、まちゃまちゃんジミスや、あじゃあ、タニャジャワーとか、ブンダルサワー、タダシ、タダシコナイとか、キャンピリハンジャンダ。はい。この、soal wa ada indikator yang tadi penilaian yang saya targetkan. Target penilaiannya ada di sini. Jadi tatoeba daitaska target to wa memahami informasi bacaan. Sekara ototo sang wa shogakku sei desu ka? Kore wa memahami makna kata atau kalimat no kami desu. Okasan wa nani ga shiku desu ka? Kore wa memahami informasi bacaan. Omashon. Sore kara kono hanashi no tema wa nan desu ka? Memahami tema bacaan. Hai. Ja. Tsugi wa nan desu ka? Hokan no katachi mo dekimasu. E mo dekimasu. Wah, sore wa ini bisa juga membaca. Jadi membaca gambar E yo hana yomu koto desu. Hai. Ini contoh yang lain, pohon keluarga. Hai, sisumon wa contoh te wa Niko san wa minna ni kyoudai desu. Hai. Minasan wa setto tachi wa tadashii kotai wa sanshi. Hai. Ja kore made owarimasu. Ijou desu. Arigatou gozaimasu. Lisa sensei, arigatou gozaimasu. Chotto saki no hapyou chotto terusmu. Hai. Mari Mas Teni. Sebenarnya jangan dulu, jangan ditutup dulu. Tidak apa-apa sih sebentar. Mungkin ada pertanyaan. Sakinolisa Sensei no happy wa sugoku kuwashii desu kara. Mata nani ka shisubo ka atara dozo. Yoka no koto to ka, yomu bunso to ka, iroiro arimasu no de. はい。すいません。はい、どうぞ。先ほどの短い文章をもう一度見ていいんですか？もう一度。はい。はい。リサ先生、お願いします、はい。はい。ちょっと待ってください。あ、すみません。ちょっと待って。Thank you.
はい、ちょっと待ってください。はい、待っています。じゃあ先生、はい、どうですか？はい、OK です。はい、見えますか？はい、さっきの家族の文章、あ、これ、はい。これですか？はい。はい、2つ質問があるんですけど、まずは、このような短い文章を読めるまでには、日本語を勉強してから何ヶ月目ですかね。まあ、先生たちがひらがなを覚えるまでには何ヶ月目と、二つ目の質問は、この文章の中には、カタカナの言葉が全部、ローマ字、はい、全部ローマ字で書いてあるんですけど、まあ、その理由は多分、カタカナはまだ覚えてないから、入ってないと思うんですけど、で、カタカナを覚えるまでには、あと何ヶ月、そうですかね。多分、リサー先生の学校の場合が知りたいです。はい。よろしくお願いします。はい、すいません。すいません。一番の説明は、ひらがなの。はい、どのくらい覚えていますか、リサー先生。はい。はい。私は、経験は、pengalaman saya, このひらがなの勉強することは、1ヶ月ぐらい勉強します。1ヶ月は、生徒たちは、1ヶ月は、なんか、1週間は、3時間目勉強します。週間は3時間目勉強します。それから、ヶ月は、それから、12時間ぐらい、覚えます。ひらがなの勉強するとき、私は、絵を使います。イマジネーションが使います。自分のイマジネーションが使います。例えば、形はどんな同じ、他の同じ形ですか？でも、この形は、この形の名前は、発音はあと同じです。ですか？例えば、皆さんは、この、形は、リンゴに、seperti apple, apple. はい、この形は、皆さんは自分で、探します。私は、でも、モチベーションに、memberikan motivasi, memberikan arahan saja. Demo yang mencari atau menemukan imajinasi tersebut adalah anak-anak. Jadi dari situ anak-anak mudah menghafal. Perlu perlu waktu yang disingkat untuk bisa menghafal. Hai, sekarang ni bang menulis semua katakanlah. Hai, katakanlah. Contoh, terima kasih.
同じ形はちょっと、まだありません。私は、カタカナの教えるは、12年生と3年生の時です。1年生はまだカタカナを勉強しません。はい、それで。のりさ先生、答えは、過去の人たちの能力によってしますね。でも、りさ先生の過去の生徒、過去はすごくいい過去ですから、生徒たちの能力もすごくいいと思います。そういう関係あると思います。過去によって生徒の能力が決めますので、いろいろな、教師としていろいろなことをしなければなりません。そういう関係ありますね。カタカナとかひらがなとか、先週の発表とかそういうこと同じだと思いますね。絵を使ってもっと覚えやすいと思います。そしてカタカナの関係ですけど、最近はパンデミーですからちょっと勉強の日本語の勉強の興味とかすごくちょっと。はい、低くて本当に大変だと思います。そうです。それから、はい、それから時間がかかると思います。そういう関係です。はい。はい、はい、ありがとうございます。他の質問はどうぞ。はい、私です。はい、どうぞ。こういう文章、画面に見せた文章、こういう文章なら、どこから見られますか？教科書かオンライン教材ですか？プリサ？はい。あ、文章の勉強するのは、今、番組の時に、皆さんは、教科書がもらいました。その、教科書と、それから、私は自分で、メディアなんです。いや、この、例えば、この話を、話すのは、私は自分で、作ります。じゃ、教えるとき、シェア、見せて一緒に、見ます。それから、いや、流れの、業務活動します。はい、いろいろな本とか文章ありますので、そういうことも使って、そしてその他に自分で作ってもこういうことありますので、まあどちらがいいかそれは使います。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、他の質問はどうぞ。一番難しいのはカタカナですね。なぜかというと、生徒たちは英語を予想して、そしてカタカナはどういう書くか、それは難しいですね。なぜかというと、僕はインドネシア語をよく使って、英語はあんまり使いませんので、そういう関係あります。もしマレーシア人だったら、英語はよく話せますので、それは問題ないと思いますので、インドネシア人の場合はすごく問題があると思います。本当に難しいです。はい。はい、他の質問はどうぞ。ありませんか？はい。ありませんなら、また続けますね。次は、いることの評価を、読むことの評価を発表します。イリン先生、お願いします。はい、先生、聞こえますか？はい、よく聞こえます。はい、私はスクリーンシェアをします。見えますか？はい、見ます。見えます。はい。
皆さんこんにちは。私は日本語の格の評価説明したいと思います。これは私の経験です。はい、自己紹介します。私はフィルジニア・ロスリン・パスカリアナです。イリンと申します。14年間くらい SMA のグリーンナンマランで日本語を教えています。マランは涼しくて綺麗な街です。皆さんはマランへ来たら見てくださいね。私は旅行が好きです。聞こえますか？はい、聞こえます。はい。私は3回マレーシアへ行きました。2010年と2013年と2017年です。その時私はプトラジャヤやテンピンハイランズや KLCC など行きました。とても楽しかったです。はい。次、高校の日本語は新しい科目ですから、入門から勉強しなければなりません。字はひらがなとカタカナと漢字です。練習のためにモチベーションが必要ですね。School facilities, fasilitas sekolah, も大切なものになります。生徒たちも先生たちも頑張ります。はい。COVID の時に私の授業はオンラインになります。それから時間も短くなります。練習があまりしませんでしたから、コラボレーションがありません。COVID の影響で1年生の授業はただ 20% 達成します。2年生は 50% 達成します。3年生は 60% 達成します。100% はできません。ちょっと難しいと思います。オンラインだから。はい。書くテストはいろいろあります。1番モデルはカナのテストです。2番のモデルは漢字のテストです。3番は作文のテストです。4番は会話の文章のテストです。5番はパンフレットなどです。はい。私は2週間前、3年生に、作文のテストをやりました。目的は作文をできることです。その時、私は、生徒たちに、じゃあ一緒にデジタルパンフレットを着てみようと言いました。テーマは旅行です。街の観光地は別々です。自分で選びました。デジタルだから、私は Google Classroom を使います。生徒たちは自分のデザインを作らなければなりません。はい。次、試験はこういう試験です。まず、生徒たちは街を選んで、Google Spreadsheet で書きます。だから別々です。ちょっと待って。観光地につい
で、いろいろな説明しましたから、生徒たちはこの質問を答えて説明します。例えば、どこ行きますか？なんで行きますか？どこで泊まりますか？チケットはいくらですか？いつ行きますか？何時間ぐらいですか？誰と？観光地はどんなところですか？感想はどうですか？ということです。はい、これはパンフレットの次。これは私の作ったパンフレットです。どこ行きますか？どんな観光地ですか？チケットはいくら？誰と？たくさんいろいろなことを書きました。すみません。パンフレットは大きいですから、ちょっと切ります。はい。それから、これは学生の評価。学生の評価は両方のパンフレットを作ります。文法はどうですか？言葉はどうですか？文字はどうですか？ひらがなで書きますか？またはローマ字で書きますか？デザインはどうですか？こういう合わせて評価をします。次はまた説明します。はい。ini rubrik penilaian menulisnya。これは文法の評価です。一番は文法ですね。満点は40点です。seluruh kalimat disusun dengan baik. 全部は正しい。次、30点です。baik. 20点です。cukup baik. 10点はkurang baik. はい、次は、言葉の評価です。満点は30点です。sangat baik ですね。kosa kata yang digunakan sangat tepat dan bervariasi. sanense だからもういろいろな単語ができます。と思います。はい、次。文字の評価です。満点は15点です。パンフレットの評価は特別です。はい。こういう説明します。デザインはどうですか？イルストレーションがありますか？色はどうですか？こういう特別ことです。だから、必要と思います。はい。それから、じゃこれは生徒たちのパンフレットです。この絵はあまり見えませんから、こういう文章を書きます。見えますか、皆さん。はい、見えます。見えます、OK。はい。一番目は文法です。満点は40点ですね。どうしてこの文法は35点になりますか？私にとって文法的には 80% ぐらい正しいです。だから35点になります。はい、次。この文字は、27点になります。どうしてですか？言葉は満点だったら、30点ですね。そして、この単語はいろいろですから、27点になります。次、この文字は満点に15点ですね。私にとってだいたい 80% 正しいですから、13点にデザインですね。このデザインは色とか文字とか結構いいですから、12点になります。だから合わせて87点になります。はい。次。じゃあ、
皆さん、これは生徒たちの作ったパンフレットです。Ini dari kelas bahasa ya. Hasilnya seperti ini. Danau Singkarak pamflet des. Sore kara Milang Italiano pamflet des. Segi wa Hawaii no pamflet des. Bandung no pamflet des. Hai, ini hasilnya dari kelas science, kelas MIPA. Lombok no pamflet des. Surabaya no pamflet des. Pamflet des. これはちょっと見えませんね。ドバイ。スキル。だから、apa namanya? Nilainya tidak bisa maksimal と思います。次は、プラウバウェアの、パンフレットです。じゃあ、以上でありがとうございました。ありがとうございます、イリン先生。すごくいいファンレだと思いますね。本当にいいです。ありがとうございます、先生。説明もすごく詳しい説明しましたので、何かまだ足りないことはどうぞ聞いてください。先生、私は本当にドキドキですね。PPDP の、先生たちは、ちょっと、ごめんなさい、ドキドキです。それは当たり前です。はい、何か質問があったらどうぞ、イリン先生に聞いてください。はい、ちょっと質問一つあります。はい、はい、どうぞ。どうぞ。まずは、イリン先生の、テストのモデル、さっきのこれ、テ、うん、ンプレはすごく面白いと思います。ありがとうございます。さっきのルーブリックスのスライドを、うんうん、はい。もう一度見ていいですか？見ていいですか？これですか？文法のルーブリックですか？はい。見えますか？はい、見えますか？まだ？全体のルーブリックス。はい、見えます。Okay. 見えます。はい。はい。このような、うん、まあ、ミニ、このパンフレットの、テストは、まあ、ミニプロジェクトみたいな、うん、活動だと思うんですけど、はい。で、このテストをやる前には、生徒たちに、このルブリックスの内容を、先に説明して、うん、先に説明するんですか？はい、そうです。私たちは、はい、うん。まあ。はい。すみません。これ、見えますか？そうですこれ、はい、Google Classroom でも、はい、書いています。ルーブリック penilaian proyek。だから、生徒たちはもう、このルーブリック、読みました。もう説明しました。はい、ありがとうございます。面白いです。プロジェクトだからね、うん、準備が必要と思います。うん、準備しなければなりません。あ、先生すいません、はい。対象者は何年生ですか？はい、対象者は何年生ですか？これこのプロジェクトは、実はこのテーマは2年生のマテリです。でも、すごいですね。でも、これは、3年生のファイナルテストになります。はい、わかりました。だから、もういろいろ単語も勉強しました。から、文章もたくさんできましたので、じゃあ、このプロジェクト、します。やります。すごく面白いです。ありがとうございます。そうですね。プロジェクトなら試験としてあまり感じないですから、生徒たちはすごく頑張ると思います。それは本当にいいことだと思います。はい、ありがとうございます。
No me wa kanarazu wa shitsume shinakereba narimasen. Utsu no testo wa ma seto tachi wa amari kanbaranai to omoimasu. Soshite moshi koi koto wa sugoku nanto ikana kreasi dekimasu node iroro na kufu shite soshite ikki kekka ni naru to omoimasu. Hai. Ano sensei, ano anak sekarang kan desainnya pinter-pinter ya. Oh, desu ne. Saikin no ano. Ichi so desu ne. Ichi seiki desu kara digital no ano foto ga ano. So desu ne. Kekkou kuwashi dekiru kara hondo ni nanto ii kana kufu shimasu ne. Iroiro na koto toka mo sagashite ano e toka kuchira no kuni toka doko no kankochi toka koyu koto shimasu ne. Indonesia dake janakute zen sekai shitaimasu. Sore mo ii to omoimasu. Hai. Arigatou gozaimasu. Hai, hoka no shitsuman wa douzo, moshi mada arimasu node. Ah, hai, Iri sensei. はい、どうぞ。ですね。このようなパンフレットの課題とかテストとか、学生たちにどれぐらいの時間がかかりますか？どれぐらいの時間が必要ですか？そのパンフレットを完成させるまで。はい。私はこのテストは1週間、生徒たちに apa ya isu kang kurai yari mas persiapannya satu minggu bu Irin persiapannya satu minggu satu minggu kang kurai cumbi ste so ste moshi osirase ga atara atsume mas ということしますisu kang wa mau cubung da to omoimasu ne omoshiroi koto desu kara ちょっと何時間かかりますけど、あまり感じないですね、生徒たちは。はい。こういうこと考えてあると思います。いや、kadang-kadang itu sensei, siswa bosan ya, apa namanya, pesto yang biasa, だから、このパンフレットはちょっと面白いと思います。だから、supaya motivasinya meningkat, kyomi ga akarimasu, と思います。そして単語とか看護師のこととかすごくできると思いますね。絵を合わせて、まあ値段のこととか関係ある。はい、そしてあのホテルのこととか、そして時間のこととか、誰と一緒とかそういう関係、はい、全体的に合わせてすごく詳しいと思いますので、本当にいいことだと思います。ありがとうございます。素晴らしいです。食べ物とかですね。そうですね。感想もありますので、いろいろな言葉とか、書いてありますので、本当に、いいと思いますね。はい。はい。他の質問はまだありますか？ありませんか？どうぞ、もし何かまだあったら、どうぞ聞いてください。その時、私も、パンフレット、sukuru no wa gambarimasu. Jadi saya juga belajar membuat pamfletnya sensei supaya ada contohnya. Kiyoshi toshite kanarazu dekimasu ne. Seito tachi wa gambarimasu node. Kiyoshi mo kanarazu gambaranakereba narimasen. Design wa chotto muzukashi to omoimasu. Ne? そうですね。すごく素晴らしいです。どうですか？まだありますか？ありませんか？あ、すみません。もう一つ。はい、G の評価。G の評価は、チャラマネージャーが betul ですか？ぶかん。マヌリス、先生。これは書くだからね。で、オンラインの時はどうやって評価しますか？ね、
私の生徒たちは時々、あ、先生、ローマ字はいいですか？だから、私は、じゃあ、ひらがな、帰らなければなりません。と、あ、ひらがな書かなければなりません。と言います。でも、生徒たちは時々、ローマ字で書きました。だから、字は必要と思いますね。15 sangat baik.Seluruh penulisan huruf hiragana ditulis dengan tepat. Sebagian besar huruf hiragana ditulis dengan tepat. Ditemukan banyak kesalahan penulisan huruf hiragana. Hai, wakarimashita. Arigatou gozaimasu. ということは、pandemi の影響で、pandemi の影響で、hiragana はすごく時間がかかりますね。そして、できない生徒も結構いるから、必ずこういう点数があったら本当にいいと思いますね。かなり書かなければなりません。いい点数、欲しいなら。はい、まだありますか？十分ですか？十分です。はい。はい、イリン先生、おめでとう、ありがとうございます。はい、最後の発表は、最後の発表は話すことですね。シティ先生、お願いします。はい、最後です。ごめんなさい。はい、最後ですね。はい、皆さん。前に私がもう紹介しましたね。私はシティブカロマです。ブチュヌゴロ第二の高校で日本語を教えています。私は日本語の先生はとても大好きです。なぜかというと、先生になるのは私は日本へ行くことができます。その他にマレーシアへ行くことができます。どうしてですか？私は、Japanese Speaker Forum でマレーシアへ行けました。2015年、セラスの、マレーシアで行われていました。あそこでいろいろな国からの日本語の先生に会うことができてよかったと思います。2回目は私は、マレーシアが大好きですから、旅行しました。いろいろなところ行きました。キリクンテン、ハイクラインや、ミニマラカや、KLCC、とても素晴らしいですね。はい、皆さん、見えますか？はい。はい、見えます。聞こえますね。はい、ありがとうございます。はい、これから私が、日本語の話すの評価方法について発表したいと思います。イリン先生と同じように、テーマは観光地です。3年生です。21世紀スキル学習です。はい、21世紀スキル学習は、コラボレーションや、クリティカルティンキング、プロブレムソルビング、クリエイティビティ、コミュニケーションは必要ですね。はい。次は、これは、3回行われます。3回です。1回は90分です。木曜は、プランフレットが作ることができます。学生たちは、後で、グループで、パンフレットを作ることができます。その他に観光地について発表することができます。はい。1回目は90分ですね。もちろん、言葉や文法など、紹介します。言葉は新しい言葉です。例えば、観光地の名前です。観光地の名前は、前に町の名前の観光地です。普通の頃には、例えば、カヤンアピーや、カプンブリンビンや、
それぞれの観光地の名前。でも町の名前だけじゃなくて、インドネシアの観光地も紹介します。もちろん有名なインドネシアの観光地です。インドネシアにある観光地は、例えばバリにある観光地やジャカルタにある観光地とか、バンドンにある観光地などです。皆さんが知っている観光地の方がいいと思います。次は海外の観光地も必要ですね。特に日本の観光地にある、日本にある観光地、例えば Universal Studio Japan や秋葉原や東京などです。それは必要です。観光地だけでなく、写真の観光地を見せます。それを見せながら皆さんが考えさせますね。はい、それはどんなところですか？例えば暑いところです、寒いです、涼しいです、綺麗です。それはもう勉強しましたから、複数だけです。ですから、時間はあまりかかりません。思い出すためです。次は、その観光地で何をすることができますか？それは必要ですね。これは新しいです。新しい言葉ですから、皆さんに何回も、繰り返して、思い出す、覚えさせるためです。写真を撮ることができますとか、お土産を買うことができます。馬に乗ることができます。日の出を見ることができます。その文章は必要ですね。観光地のパンフレットのため、使うためです。皆さんがそれはもう分かったら、何回も練習したら、わかるようになるかもしれませんね。はい、次は何で行きますか？それはこの観光地に行ったら何で行きますか？それは必要ですね。でも乗り物の名前です。皆さんはもう勉強しましたから、時間はあまりかかりません。大丈夫です。これはもう思い出すためです。バスとか飛行機とか車、とか、それから何時から何時までですか？何時間かかりますか？それはもう皆さんに思い出します。思い出します。前にも勉強しましたから。はい、皆さんいろいろも勉強しましたので、最後はチケットの値段です。チケットの値段です。皆さんは最後はSua, yeah. Pamphlet, yeah. Pamphlet Sua を作りますので、チケットの値段はいくらですか？それは皆さんも勉強しました。いくらのテーマ、2年生ですね。それは、時間はあまりかかりません。はい。次は、皆さんはいろいろ勉強しました。文章や言葉や勉強しました。次は発表する前に練習の発表が必要です。その練習の、発表の前に観光地の絵を見せながら先生が読みます。でも学生が静かで絵を見ながらよく聞きます。例えば、これは例です。例です。ブロモ山は東ジャワにあります。スラバヤからブロモ山まで車で2時間ぐらいです。綺麗です。でも、涼しいです。写真を撮ることができます。馬に乗ることができます。ブロモ山で日の出を見ることができます。とても素晴らしいです。それぞれは大体皆さんはもう勉強しましたね。大丈夫ですね。でも、わからないことがあったら
皆さんに聞いた方がいいと思いますね。何かわからない言葉がありますとか、何かわからない文章がありますとか、皆さんに確認します。はい、皆さんは一つの写真だけでなく、次の写真も必要です。他の写真の観光地、皆さんに見せます。でも、例文じゃなくて、皆さんにいろいろ聞きます。例えば、皆さん、これはどんな写真ですか？どんな観光地ですか？どこにありますか？スラバヤから何で行きますか？どんなところですか？何をすることができますか？いろいろ皆さんに聞いてみます。もちろん、学生たちは、答えが正しいか、正しくないか、後で確認して、皆さんはわかるようになります。一つ、二つ、三つ、四つの写真を見せた方がいいと思います。練習のためです。皆さんは、よくわかったら、それは二回目です。二回目は、それは、パンフレットを作りますね。パンフレットを作ります。グループでやります。なぜですか？グループでやったら、もちろんコラボレーションが出てきますね。コラボレーションは必要です。これは前のパンデミーじゃなくて、普通の学習です。観光地のパンフレットを作ります。学生はインターネットで観光地について探します。どうしてインターネットで使いますか？これからの学習はインターネットはとても必要ですね。ですからインターネットで使います。インターネットでいろいろ観光地について探します。例えば観光地の写真とか、観光地の近くにどんなホテルがありますかとか、いくら、一泊いくらですか？食事は何ですか？お土産は何が有名ですか？いろいろ探してみます。はい、次は、皆さんたちは一緒にグループで相談して決めます。いくら、費用はいくらですか？決めます。ですから、このグループでやってから、やったら、ですから、critical thinking とか、problem solving とか、creativity。これはパンフレットのデザインを作ります。それは creativity ですね。ですから、最後は、communication。ですから、21世紀スキルの学習です。はい、皆さん、グループは、1クラス36人ですから、6グループで分けて、ですから1グループは6人です。6人です。はい、皆さん、パンフレットのデザインを作ります。はい、発表練習です。パンフレットのデザインを作った後で、発表練習があります。その発表の前に、もちろん、文章を書きます。でも、その言葉や文章が正しいか、正しくないか、先生に確認します。そした後は、いい発表ができるようになりますね。その後は練習します。練習はグループでやります。でも、できるだけ、みんな発表するチャンスがあります。1グループは1人2人だけじゃなくて、でもみんな1人ずつ発表するチャンスがあります。はい。最後です。これはパンフレット、皆さんたちが作ったパンフレットです。それは、プロモスワですね。プロモスワ。何日から何日までですか？
どこに行きますか？日の出を見ます。文化庫を見ますとか、馬に乗ります。それはスケジュールがあります。スケジュールがあります。その後はそれだけでなく、設備これ、設備も書いてあります。設備はホームステイとか、3階食事とか、カラオケがあるとか、フリーワイフィとか、それは必要です。なぜかというと、あとは、参加者、参加してください。このツアーは参加してください。と、ですから、面白くなるためです。はい、最後は、これ、費用はいくらですか？ 5 万ルピアです。安いですね。その後は、グループの名前も書きます。はい、これはライです。皆さんが作ったパンフレットです。はい、最後は3回目ですね。3回目は発表します。発表は、学生たちは、クラスの前で発表します。みんなポスターをホワイトボードに貼っておきます。それから一人ずつ発表します。saling melengkapi。発表した後で、他のグループに質問するチャンスがあります。わからないことがあったら、質問するグループは、ポイント、プラスにつけます。はい。成績はこれ、発表する。成績を取りますね。成績は2つの、フォームがあります。2つのフォーム。先生の評価と、それから学生の評価です。先生の評価は一人ずつの名前。例えば、グループ1、アマンダさん、キキさん、ブディさん、シンタさん、ジョコさん、6人ですね、アニタさん。グループにもあります。一人ずつ先生は成績を取ります。言葉は、何点ですか？満点は3です。3、2、足りない点は1です。文法、発音、急所、パンフレット、合計は何点ですか？パンフレットはどうして成績を取りますか？それは必要ですね。皆さんたちは発表だけじゃなくてパンフレットを作りますから、ですからパンフレットも成績を取ります。はい、次は学生の評価です。学生が評価をするチャンスがあります。どうしてですか？学生が評価したら、ですから友達が他のグループが発表するときに、それは皆さんたちはよく聞こえます。よく聞きます。よく聞きます。でもグループは学生の評価はグループだけです。名前じゃなくて、一人ずつじゃなくて、1グループ、グループ1とか、グループ2とか、グループ3とかです。はい、次は、これは、contoh rubrik penilaian berbicara des. Mai ga tabung irin sangto onaji yo ni, contoh jingau kamu sirimaseng ne. Hai, aspek wa kotoba toka, bungpo toka, mai ni mo kaite arimasu no de, ichiban mang ing, mang teng wa san. Tarinai teng wa ichi des. Deskripsi wa hontou ni arimasu no de, kaite arimasen ne, gomennasai.はい、次は、これですね。これは、最後は、ちょんとです。ちょんとです。アマンダさんの、評価です。アマンダさん。アマンダさんの評価は、言葉は2点です。文法は、とてもいいですから、3点です。発音もすごいですから、3点です。流暢は2点。語解は13点です。はい。Rumus wa, kore desu ne, rumus wa,
skor perolehan dibagi skor maksimal. Skor maksimal wa kore wa santeng santeng ni natara jugo teng desu ne. Desu kara Amanda san no hyouka wa ju santeng dibagi jugo teng. Kemudian dikalikan 100 sehingga ada 86,67. Kore wa Amanda san no Amanda san no hyouka desu. Hai. Kore de owarimasu. Ijo desu. Arigatou gozaimasu. Minasan nani ka kikitai koto wa attara dozo. Hai, totemo subarashi desu ne. Irin sensei no hapyo to Shiti sensei no hapyo wa onaji desu kedo tokucho wa chigau desu ne. Irin sensei no tokucho wa kaku koto desu kedo Shiti sensei no tokucho wa hanasu desu ne. Demo ryoho wa omoshiroi desu. Hai, nani ka sisubara dozo. Sensei sumimasen. Hai. Taimen no baai hyouka suru hoho desu ka? Hai, kore wa. Bersemuka, ini bukan online punya. Bukan online. Sore wa sono online janakute. Kore wa pandemi no mae. Pandemi no mae. Desu kara kolaborasi ga dekimasu. Soya pandemi no mae ni yarimashita. Kakusei tachi ga yarimashita. Kore wa watashi no taiken deshita. Oshie kata. Hanasu no oshie kata. Hai. To sensei, online no jugyo no toki wa dou yatte hyouka shimasu ka? Hai, online no jugyo no koto wa muzukashi kamoshiremasen ne. Hontou ni muzukashi, tatap muka yori online no honga muzukashi desu ne. Minasan no pemahaman siswa mungkin terbatas ya pemahamannya. Sekarang untuk kemampuan misalnya untuk berkolaborasi sewa muzukashi desu kara demo grupu de yaru kamoshiremasen. Grupu de demo live janakute tabun chattingu dake kamoshiremasen sono collaboration wa. Yoka wa yoka wa tabun YouTube de minasan rokon shite video totte sore kara okurimashita YouTube toka sono yo desu. Demo tatap muka yori motto いいと思いますね。そうですね。はい。すごく面白いやり方です。おめでとうございます。ありがとうございます。本当に違いますね。オンラインの授業とオフラインの授業はすごく違って、はい、その能力とかそれは本当に違うですね。だから、はい、オンラインの方が難しいと思います。はい、そう。だからいろいろな工夫とかどうやってこういうことを YouTube とか、まあ、WhatsApp とか、まあ、ビデオとかこういうことになりません。はい、説明もわかりにくいかもしれません。説明わかりにくいかもしれません。でもできるだけ先生としていろいろな教え方 YouTube とか探してみて皆さんにシェアします。そうです。はい。オンラインの授業は本当に大変です。はい、そう。1年生も多分、何も難しいですね。そうですね。1年生。はい、だって、会ったことがないですから、はい。どんな能力とかまだわからないですね。だから、オンラインは本当に難しい。はい、2年生、3年生の場合は、ちょっと違うんです。なぜか、はい、なぜかというと、1年生はもう会ったことがあります。そして、はい、一人一人の生徒はその能力は分かると思いますので、1年生の場合は、はい、生徒たちの能力はまだ分かりません。はっきり分かりません。そう、はい、例えばテストとか、そういう活動とか、正しいかどうか確認、はっきりできないんです。できますけど、はい、まあ、50% くらいできると思いますので。はい。はい。はい、
blended learning mo si mas ne blended training tatap muka wa ari mas ne demo so ano eto hambung hambung da kete hambung hambung ano ka ko iki mas no de ino ma mada online jugyo desu ka online jugyo mo ari mas si demo tatap muka mo ari mas tatap muka wa mo shimasta shimasu mo shimasu hambung desu hambung desu hambung minna janakute hambung 50% wa ie kara benkyou shite 50% wa kago ni ikimasu. Desu kara yo ryoho no koto wa ryoho wa yarimasu nanode sensei toshite muzukashi to omimasu. Naze ka to iu to oshiete iru toki wa kanarazu ie kara mo dekiru shi kurasu no naka kara mo kanarazu dekiru to omimasu node nano hoho ka nano choto kufu ka koyu koto shimasu node hondo ni muzukashi to omimasu. Desu kara kanarazu kamaranakya. Hai, pandemi de sensei toshite wa mochiron aite benkyou shinakereba narimasen ne. Mai ni sensei wakaranai Google Classroom toka Zoom toka demo sore wa shinakereba naranai node desu kara benkyou ni narimasu ne. Sore wa ikoto da to omimasu. Sono hoka ni sono IT janakute dou yatte minasan ka wa wakaru yasu yo ni dou shimasu ka yoku kanaete imasu desu kara sore wa takusan benkyou ni narimasu. Tabun Malaysia no sensei tachi ma suo da to omimasu kara ne. ということは pandemi no okage de ne. Hai, so. Desu kara pandemi no sei da no kute, pandemi no okage desu ne. Hai, pandemi no arigato gozaimasu. Hondo ni so iu okage de. So, sensei tachi janakute, demo seito tachi mo benkyou ni narimasu ne. そうです。はい。先生。悪いこと。はい。でも、マランは今まだオンラインです。そうか。はい。オンラインだけです。インドネシアに地方によって違うかもしれませんね。違うかもしれません。地方によってパンデミーは危ないからオンラインです。OK だったら多分学校行きます。でも半分です。プロトコル、クセハタンしなければなりません。Tidak cuma ada online desu. So desu ne. Tabung sin kaki wa kakoi iku kamu shirimasen. Ah, oinori desu. Oinori shimasu ne. Oinori desu. Jika cukara. Hai. Demo vaksin mate imasu watashi tachi wa. Hai, watashi mo shimashita. Vaksin shimashita. So desu ka. Hai. Tidak cuma mada desu. Hai, nani ka shitsumon ga hatara dozo. Mata Irin sensei mo. Lisa sensei. 質問は何でもいいですよ。何でもいいですよ。よかだけじゃなくて。よかだけじゃなくて。はい、そうそうそう。よかだけじゃなくて、いろいろ。じゃあ、私、まだ質問あります。はい。なんかね、せいちゃかだん、バハサ、インドネシア。ボレ。ボレ。タペイン、バハサ、ジャパン。Okay, soalan pertama. Ni terbuka untuk kesemua sensei ya. Okey. Ya, ya. Yang pertama, apakah cabaran ataupun kesukaran yang dihadapi oleh para sensei semua sewaktu melakukan penilaian Hyoka? Hyoka suru toki nani ka nanka muzukashi tokoro ga kanjite imasu ka? それはパンデミー時ですか？また両方とも。OK。お願いします。先生とかイリン先生とかリサ先生とかどうぞ。イリン先生どうぞ、始めに。OK。先生、saya ini kebetulan pandemi ya. Jadi kesulitannya banyak. Nomor satu, kaksewa.Saburimas. Jadi tidak ikut jugyo mereka. Mereka tidak ikut jugyo sehingga waktu ujian enggak ada. Sudah selesailah masalah gitu ya. Lalu yang kedua, kadang-kadang internet. Jadi tidak semua punya fasilitas internet yang sama. Ada yang tidak bisa membuka Google Classroom.Ada, saya sering memberikan materi lewat YouTube, video YouTube saya. Nah, ya, jadi saya membuat
berbagai macam video YouTube. Ada sudah sekitar berapa? 12 video mungkin. Nah, mereka buka. Iya. Terus mereka enggak mau buka gitu dengan alasan tidak ada kuota. Gitu. Lalu karena online, hangout Pak Google Classroom deh. Anu, saya bagi di Google Classroom ya. Jadi kadang-kadang mereka yang handphonenya jelek tidak bisa membuka. Gitu. Lalu itu yang teknis. Yang kedua penilaian. Kadang-kadang karena online, materi yang kita berikan itu tidak maksimal ya, Sensei. Jadi hanya mungkin saya banyak sekali mengurangi materi. Jadi yang tidak perlu saya potong karena waktu. Jika enggak, mijika kunari mas. Jadi berkurang sehingga apa namanya materinya harus dikurangi, kalau enggak tidak selesai begitu. Kalau macam tu apa yang Irin Sensei buat untuk mengatasi masalah ni? Untuk mengatasi masalahnya, satu, saya buat mereka dalam kelompok. Jadi yang tidak bisa bisa dibantu dengan yang bisa. Mungkin tidak bisa dari biaya, tidak punya uang mungkin untuk ngeprint, untuk print handout. Jadi mereka harus kolaborasi dengan temannya. Yang kedua, karena kita kan mastery learning, jadi pembelajaran harus selesai kapanpun mereka, saya harus tunggu. Jadi saya mengingatkan terus, sering saya japri WhatsApp gitu ya, home ini. Begitu. Lalu yang lain mungkin pendekatan ke ini wali kelasnya. Wali kelas itu apa ya? Kurasuno Tanto. Kurasuno Tanto. Jadi saya lapor. Saya memberitahu bahwa ini ada kurang-kurang. Mungkin saya begitu, Sensei yang lain. So, mungkin di sini. Iya. Mungkin saya bisa menambahkan, pada umumnya hampir sama dengan Irin Sensei, hampir sama karena online ya. Kalau saya menghadapi terutama kelas 1. Nah, ini mungkin jarang ketemu kelas 1, masuk pun kita enggak ketemu sehingga kita tidak begitu paham. Kebetulan saya mengajar di kelas 1 itu 4 kelas, 1 kelas 36. Berarti 100 lebih yang saya tidak ketemu, jarang sekali. Sehingga hanya sasing dake, itu pun kalau ada. Nah ini sulit sekali menilai. Kadang-kadang karena sistemnya zonasi, jadi kemampuan siswa sangat heterogen. Sehingga ada anak yang malas sekali, sehingga meskipun online tidak mengumpulkan. Seperti itu, tidak mengumpulkan tugas. Saya tidak mengharuskan mereka harus bisa, mampu bahasa Jepangnya, karena ini sulit untuk pemahaman. Tetapi paling tidak, saya menekankan mereka itu ngumpulkan, jangan tidak ngumpulkan. Meskipun toh hasilnya tidak bagus, enggak apa-apa, yang penting ngumpulkan. Jadi melatih mereka untuk disiplin, disiplin waktu, disiplin komitmen, mengajarkan komitmen. Sementara ini seperti itu, karena pandemi, tidak harus harus mencapai harus betul semua, tidak, tapi kumpulkan. Kalaupun itu masih ada dalam satu kelas ada 2 atau 3 siswa seperti itu tidak mengumpulkan, langsung kita konfirmasi sama wali kelas, kemudian bisa juga orang tua. Jadi kita harus berkolaborasi dengan orang tua, dengan wali kelas, sehingga ada peringatan pada orang tuanya. Kadang-kadang orang tua melihat anaknya dikira sudah mengerjakan. Karena melihat HP terus, anakku sudah mengerjakan. Ternyata ditelepon, anaknya tidak mengerjakan, tidak mengumpulkan, kaget. Orang tuanya kaget. Bahkan kalau misalnya sudah beberapa kali tidak mengumpulkan, itu panggilan orang tua. Panggilan orang tua. Sehingga tidak hanya di sekolah saja, jadi orang tua harus memberitahu anaknya itu untuk mengerjakan tugasnya.
ya seperti itu, kita harus banyak-banyak berkolaborasi dengan wali siswa, orang tua, juga wali kelas, ketua kelas, seperti itu upayanya. Untuk mencapai maksimal susah ini pandemi ini, untuk mencapai target. Ya, seperti itu menurut saya. Hai, hokana tsumang wa dozo. Ada masa. Kalau berdepan muka, ada tak kesukaran yang dihadapi sewaktu melakukan penilaian? Kan tadi contoh dia Sensei Siti cakap, Sensei Siti ada banyak student, 100 lebih orang kan student. Jadi untuk Hyoka seorang-seorang tu mungkin ada kesukaran, mungkin. Tu mungkin salah satu contoh. Ada tak yang dirasai ketika nak Hyoka tu? Faham ke? Faham. Okey, kita selesai monggo. Iya, saya juga sama dengan posisi Tunggu Karomah. Siswa saya juga banyak, 100 lebih saya mengajar dari kelas 1, kelas 2, juga kelas 3. Ketika bertatap muka, kesulitan yang utama bagi saya adalah motivasi, minat. Itu yang yang menurut saya sangat penting dalam pembelajaran bahasa asing. Karena kalau tidak ada minat, itu akan terasa susah, akan terasa sulit dalam belajar. Tapi ketika anak itu memiliki minat, itu akan dengan sendirinya mudah. Nah, untuk menumbuhkan minat ini yang saya rasa itu sulit. Karena di dalam satu kelas, kalau di sekolah saya itu satu kelas sekitar 36-40 siswa, itu homogen ya, seperti yang Siti tadi sampaikan, kemampuan siswa bermacam-macam. Nanti kalau misalnya saya peduli dengan siswa yang punya motivasi tinggi, punya minat, tapi yang tidak memiliki minat atau kurang minat, merasa terabaikan. Seperti itu kesulitannya. Untuk ketika mengambil penilaian, pemahaman otomatis akan berpengaruh seperti itu. Jadi untuk yang mungkin mudah bagi anak yang memiliki minat ditandai dengan hasil dari testo mungkin terlihat sangat baik. Tapi untuk anak yang kurang memiliki minat itu mungkin terlihat juga dari testo. Nah itu kita lakukan kalau di sini namanya remedi ya, moichido testo yarimasu, seperti itu. Hingga paling tidak mereka mendapatkan nilai minimum. Kalau di sini ada nilai minimum ya, dari pemerintah juga memberikan nilai minimumnya berapa. Nah seperti itu. Atau kita lihat minat yang dia punya apa. Misalnya dia tidak minat menulis misalnya, boleh kita misalnya memberikan tugas tentang cara atau bentuk menggambar misalnya, atau seperti tadi pamflet. Pamflet seperti itu. Jadi mungkin kiominya atau minatnya atau kemampuannya apa? Misalnya dia suka menyanyi, okelah. Materi ini buat lagu. Nah, seperti itu. Paling tidak mereka mengucapkan, paling tidak mereka berbicara. Seperti itu. Walaupun hanya satu kata, dua kata atau kalimat yang sederhana. Seperti itu. Terima kasih. Neni Sensei bisa ditambahkan? Iya, Sensei. Menurut saya sepaham dengan Lisa Sensei. Memang dalam tatap muka yang paling utama diutamakan bagi kita Sensei tadi di Indonesia, khususnya di sekolah saya pribadi dan kebetulan satu sekolah dengan Bini Sensei. Ini sekolah kami ada di pedesaan. Jadi dengan bahasa Jepang, selain di program bahasa, di sekolah kami ada program bahasa, begitu juga ada lintas minat Sensei, yaitu di program sains, di program IPA, dan program IPS. Nah, dari sini minat siswa ini jelas kelihatan bagi yang minat dan kurang minat sampai dengan tidak minat sama sekali itu ada Sensei. Bagaimana kita sebagai Sensei Taji
berjuang untuk siswa yang memang benar-benar tidak minat ini, sebagaimana mungkin kita berusaha siswa ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Di situ Sensei. Terima kasih. Terima kasih Neni Sensei. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, dipersilakan. Itu tadi secara detail ya, sudah disampaikan oleh Lisa Sensei sama Neni Sensei mengenai penjelasan untuk sekolah, karena tiap sekolah berbeda-beda. Apalagi sekolah yang di desa dengan situasi yang di kota itu sangat berbeda. Silahkan, mungkin kalau ada yang masih ditanyakan. Tidak ada. Kalau kita boleh tanya sama mahasiswa enggak? Kita boleh enggak tanya sama Gakse Tachi ni ano eto nani ka kita ikuto gata? Ii desu ka? Hai, dozo, dozo. Hai. Minasan no tame, minasan no. Ato wa sore sensei ni naritai desu ne, nihongo no sensei desu ne. Dousute nihongo no sensei ni naritai desu ka? Dousute desu ka? Sore wa. Itu semangat. Tolong itu. Dousute desu ka? Gakusei tachi wa, watashi no gakusei tachi wa, ano sensei ni naritai desu ka? Naritaku nai. Yaritai sono you desu. Demo Malaysia no saya selaku sensei bagi mereka semua, jawapan satu saja. Hai, hai. Siapa yang jawab? Saya nak pergi. Hai. Rio wa, Rio. Rio wa, Rio wa. Dosa. Hai Daraga. Fatimah. Watashi desu ka? Dosa, hai. Jawapan jujur ataupun jawapan sedap untuk jujur. Jujur yang ditambah dengan terasa ya. Selagi. Hai. Saya sedang mengambil markah sekarang ni, Mas Haiti istimewas ya. Oh, takut ya, Sensei. Kalau jujur tetapi harus sedap ya. Ya. Kalau sebelum ni, okey saya jawab eh. Ya. Jujur bercampur sedap. Okey. Sebelum ni, saya bekerja. Tapi disebabkan kerja tu sangat tight hand, saya ambil keputusan untuk berhenti. Kebetulan ada iklan untuk menjadi Nihongo no Kyoshi. Jadi memandangkan memandangkan saya ada Razali dan saya menangis. Memandangkan saya ada Chishiki berkaitan dengan Nihongo, jadi saya apply untuk jadi Kyoshi. Tapi, bukan tapilah, sepanjang mengikuti program PDPP ni, saya dapat merasakan tanggungjawab untuk menjadi Kyoshi tu amat besar. Jadi, itulah. Bila kita rasa tanggungjawab tu, kita nak mendidik anak bangsa untuk jadi sesuatu. Ya. Yeah. Hai. Sore. Ijo des. Hai. Goiriu desu ne. Ibu Irin. Ya. Yeah. Adakah perasaannya dapat dirasa di sana? Saya terharu. Terharu saya. Ya terharu. Menangis. Ya, kami berdoa nantinya bisa menikmati menjadi guru. Amin. Menikmati ya. Anosiku osie, Mas Ne. Ah. Kalau menikmati nanti semuanya akan berjalan dengan bahagia. Amin. Ini Bu Siti Mukramah, mau enggak didengar daripada cowok, seorang cowok saja yang ada di sini bakal seorang guru. Iya. Ah, silakan. Ya, mau enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sharing, Pak, Pak Zairul silakan. Pak sharing. Pak Zaro, silakan. Silakan, Pak. Silakan.
Pastikan enggak pedas ya. Jujur. Silakan. Jujur. Ma. Nanda tu mati dulu desu ka, soko de. Ya, ini dari Tai Rius ne. Hai. Nihongo ni dari Tai Kyoshi. Ne Tai Rius wa. Hai. Ma, Nihongo ga daisuki kara desu ne. Ah, subarashii. Subarashii. Ne, bukan no hito ni share shitai. Ah. Saya suka Nihongo dan saya apa ni? Saya ada keinginan untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Hai, sukoi desu ne. Taisho gakusei kan, Malaysia je no gakusei ga mak ichiban best na taisho kena. Jadi saya rasa macam pelajar Malaysia yang paling dekat dengan saya dan saya rasa saya ada keinginan dengan orang yang mak. Itu antara yang terbaik. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Mungkin ada kawan-kawan yang ada reason lain. Hokano Tomodachi ya. Hokano. Oh, desu ne. Matori aizu zairo san, arigatou gozaimasu. Tsuki no PDPP no minasan, nani ka? Naze jibun wa Nihongo sensei naritai to ka? Shoujiki ni itte moraitai to omoimasu kedomo. Hai, dozo. Tare ka? Hai. Hai, watashi mo Fatima san to onaji yo ni mai wa enjiniya toshite hataraite imashita ne. Ma demo ma enjiniya toshite wa chotto jibun ga nani ga dekita no ka wa chotto mienai desu ne. Apa kerja sebagai engineer tu tak nampak apa yang kita buat tu. Hasil apa yang kita buat tu. Kokken dekiru ka tuikoto wa amari hakkiri mienai tuikoto desu ka? Hai, so desu ne. Hai. So lepas tu bila buka apa ni permohonan untuk jadi Nihongo no Kyoshi ni saya apply. So saya rasa apa tugas sebagai seorang guru ni kita boleh nampak hasil tu. Jadi gai ga aru shigoto desu ne. So desu ne. Arigatou gozaimasu. Hontou ni nanchu kana sono shin wo yoku kikoimasu ne kono kotoba naka de ne. Ah, ii desu ne. Ja tsuki no ito wa arare ka nai desu ka? Jibun no kimochi wo share shita ito wa imasu ka? もういませんですか？はい、先生。ああ、いいですよ。どうぞ、あゆみさん。はい、私は、皆さんと同じです。でも、日本語、卒業してから、もう、はい、もう10年間経ちましたね。はいはい、卒業したは、2012年です。だから日本語がだんだん忘れましたね。はい、そうですね。忘れないように日本語の教師になりたい気持ちがあるです。ああ、素晴らしい。素晴らしい、はい。素晴らしいですね。やっぱりせっかく日本語を勉強してきたからですね、はい、忘れてしまうとちょっとなんかですね、そうになるんじゃないかなと思うんですね。はい、はい、あ、それ素晴らしいですね。他の人は何かシェアしたことは人はありますか、いますか、ないんですか。あ、インドネシア側の先生方はどうして日本語教師になりたいんで なっているんですか。それは何か一言をシェアしてもらえますか。はい、私です。私です。私は本当に子供の時から先生になりたい。なぜかというと、みんなの私の家族、父とか、はい、私の兄弟、みんな先生になりますので、私は先生になりたいです。あ、先生に、はい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 。家族全員は先生ですか？はい、私の父は先生、はい、私の妹とか姉とか先生です。はい、わー、素晴らしいじゃないですか。はい、英語の先生やアラビア語の先生、私は日本語の先生。外国語の先生ですね、素晴らしい。
ということで家帰ったらもう本当に学校のことばっかり話してるんですか。はい、そう思いますね。そうだけですか、それで。学生になるのは学生たちに会うことができるし、その他に教えたり、相談、長談したりとか、それは楽しい、ゲームをしたり、楽しかったと思いますから。そうですね。ありがとう、本当に。はいはい。他の方はどうぞ。リサさん。はい。Suka menjadi guru. Ketika waktu kecil, pengen cita-cita, yumewa. Terus ini dari Thailand. Karena ada studio koko. Jadi, studio setara. Kyoiku daigaku de, itu, で教師がいます。ビビ、おばさん、はい、それから妹、私の妹も教師です。ああ、そうですね。素晴らしい。おめでとうございます。本当に教師、先生、教師の何ていうかな、家族ですね。ほとんど皆様ですね。シティモクロマさん、リサさんも同じですね。アイリンさんどうですか？アイリンさんは。いや、OK 先生。なんかモデルになりたいとか聞いてますけども、本当ですか？何？最初は先生じゃなくてモデルになりたいとか言って。bukan 先生、saya mau jadi artis sebenarnya, tapi nggak bisa. jadi saya jadi guru aja. Jadi guru aja ya? Iya, guru kan juga artis di kelas ini. Iya, iya. Artis juga. Demo. Eden sensei wa IT, IT nggak cocok desu ne. IT. Terima kasih banyak. Eden sensei, dulu saya awalnya kepengen jadi kaishain. Tetapi ya jadi gaiko kuno gaiko kuno sekai siang, tapi setelah itu kok sepertinya membosankan bekerja di perusahaan. Lalu ayah saya juga guru dosen bahasa Indonesia. Sebenarnya saya bosan dengan dunia kok setiap hari mengajar gitu, tapi akhirnya kok karena saya suka cerita, sensei. Jadi guru itu adalah jalan yang paling tepat. Pittari desu ne, yappari. Gakusei kikitaku nakute mo, yappari desu ne. Kite morau desu ne, doushite mo. Hanasu kara desu ne. Ii desu ne. Tsugi wa Mukurama. Nenni sensei. Tsugi wa? Nenni sensei wa doko de ka? Nenni sensei da ka? Nenni sensei. Hai. Untuk saya pada awalnya otosan to okasan no oinori kara. Dari doa orang tua saya yang memang minna kodomo ga dari semua saudara-saudara saya, putra-putri dari orang tua saya ini semuanya kaishain desu ne. Semua berkecimpung di kaisha. Kemudian doa dari orang tua saya ingin salah satu dari anak beliau, yaitu saya, salah satunya yang mungkin mewujudkan cita-cita dan doa dari beliau. Amin, alhamdulillah. Dinikmati saja. Ya, alhamdulillah. Nanika ryu ga aru n janai kana desu ne. Nan demo kan demo desu ne. Kanarazu ryu ga aru to omou desu kara desu ne. Minasan soizore ryu ga aru desu kara desu ne. Ma bini san, bu bini san, nanika tokubetsu ryu ga aru n janai kana. Ichiwa. Yoshi ni naru mai wa.
あの、よく家にいたらいいと思いますね。だから、空いている時間があったら、本当にいそがしい。そう、よく、違うんです。女ですから、ちょっと、よく家にいたらいいと思いますね。だから、空いている時間があったら、本当にいいと思います。そういう理由で、先生、いらっしゃいます。 それを間違えますね。それを間違えます。そうです。やっぱり先生は忙しいですね。仕事としてはですね。いろいろ準備とかですね。計画をやらなきゃいけないことが多いですね。けどまあ、tugas yang murni dan mulia. Itu sangat ya. Terima kasih. Dan saya difahamkan bersama-sama dengan kita pada hari ini juga. Pada waktu ini sekarang ini. Kita ada Pak Waluya ya bersama dengan kita pada sekarang ini. Awal ini akan memberikan sedikit ucapan sambutan sebelum kita akhiri workshop kita pada hari ini. Namun sebelum kita akhiri workshop kita pada hari ini, izinkan saya untuk membuka ruang sedikit kepada teman-teman yang hadir untuk workshop hari ini untuk menzahirkan perasaan terhadap workshop kita pada hari ini. Ya. Kita mulakan dengan para siswa daripada IPG Campus Bahasa Antarabangsa. Ya. Kita mulakan dulu, silakan. Saya mulakan dulu boleh? Ya, silakan. Terima kasih kepada kesemua Sensei Gata yang berkongsi ilmu pada hari ini. Saya rasa bahan yang dikongsikan pada hari ini merupakan sesuatu ilmu yang baru buat kami semua. Dan aktiviti-aktiviti, cara pentaksiran yang dikongsikan juga adalah salah satu yang terbarulah untuk kami dan mungkin kami boleh aplikasikan jika kami menjadi guru kelak. Terima kasih. Itu kata Yuto, mohon tu ni luar biasa. Itu ya. Itu kata Yuto. Ya, nah bisa kita amati dan jadikan sebagai panduan untuk Malaysia melaksanakan. Maksudnya dengan situasi kankyo atau mata desne ano sono jokyo ga chigau kara desne. Apa jadi kata toshite wa itu to sankou ni naru janai kana to omou desu kara. Ya, silakan. Silakan. Daripada PDP Bahasa Jepun, silakan. Perlu saya sebutkan nama ke? Kita silakan dengan Nabila, silakan. Nabila Sam, itu koto dozo. Sama juga macam Fatimah Sam tu Najiyo ni. Sama seperti di atas, ya. terima kasih. Apa banyak ilmu yang dapat berkaitan dengan Hyoka, macam mana nak Hyoka untuk Yonggino tu. Dan kalau Sensei Tachi boleh ke kongsikan slide tu untuk rujukan kami di masa hadapan? Itu pasti bisa. Sebab nah, saya fahamkan guru-guru di Indonesia ini sangat pemurah. Itu pasti akan dikongsikan. Jangan risau ya. Kita juga akan kongsikan slide yang kita buat untuk sesi pertama kepada mereka untuk mereka guna pakai ya. Sebab kita ini guru. Matlamat kita adalah sama objektifnya adalah untuk mendidik manusia. Jadi kita jangan ada perasaan untuk menyembunyikan ilmu yang kita ada. Kita kongsikan aja ya demi kebaikan. Ya, pasti, ya. pasti boleh. Terima kasih. Pasti. Ya, Nafisa, silakan. Nafisa San Dozo. Hai, dari saya yang pertamanya terima kasih banyak-banyak sangat sebab Sensei Gata semua sudi untuk menyertai lah program ni dan berkongsi banyak sangat ilmu lah. Sama ada dari segi ilmu dan juga pengalaman semua orang lah. Sebab masing-masing background dah berapa belas tahun kan mengajar kan? Ada 14 tahun. Jadi kami ni yang masih mengajar pun tak pernah lagi. Belajar pun tak habis lagi kan? Jadi macam banyak lah benda yang boleh dipelajari. Dan saya memang betul-betul sangat menghargai dan sangat rasa terharu dan menghargailah dengan kerjasama yang kita buat dalam program ni. Terima kasih sangat. Nanti kalau umur panjang ada masa, harap sangat kita boleh berjumpa secara fizikal. Tatap muka. Amin. Amin dengan senang hati. Right, mati tu. Arigato gozaimasu, Nafisa-san. So desu ne, yappari desu ne. じゃあ次はですね、誰かな。あゆにさんもいましたか。あゆにさん、あゆにさんどうぞ。
Hai, terima kasih Sesti Gata semua atas perkongsian hari ini. Macam sama rakan-rakan yang lain, saya belajar benda baru daripada cara untuk Yoka belajar dari segi Hanasu, Kaku, Yomu, Iku, akan saya gunakan dan praktikkan di masa hadapan, masa menjadi guru nanti. Terima kasih guru-guru semua. Terima kasih. Sekarang ini ibu-ibu dari Indonesia sudah menjadi guru-guru kamu ya. Jadi perlu dihormati dan mereka memberikan ilmu pada kita pada hari ini ya. Oke, silakan Siti Hajar, Hajar Sang, silakan. Saya pun nak pinjam ayat ibu ini. Hari ini sangat biasa. Sangat mudah memahami penerangan dan beri pengetahuan yang baru. Sama-sama, terima kasih. Ibu Bini sentiasa luar biasa orangnya. Teruskan ya dengan Liana Sang, Dozo Liana Sang. Dari saya pun samalah, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua sensei sebab sudi luangkan masa untuk berkongsi pengalaman dengan kami semua pada hari ini. Dan insyaAllah kalau ada kesempatan di lain hari, kita boleh berjumpa ataupun adakan program yang seperti ini lagi di masa hadapan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Zairul, silakan Pak Zairul. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Sensei Gata siang hari ini. Contohnya apa yang saya dapat belajar ini, contohnya satu kadai, contoh macam yang Iri Sensei buat pakai pamphlet kan. Pakai pamphlet tu macam boleh nilai banyak aspek kan. Kaku, Hanasu, macam Yomu pun boleh nilai kan. Jadi macam apa yang saya tengok, walaupun kita gunakan satu kadai, kita boleh nilai banyak aspek. Itu antara yang betul saya dapat belajar ini. Ada kata, saya kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Zairo san. Yappari desu ne, hohou toshite wa iroiro aru desu kedomo desu ne, ma sensei shidai. Desu ne, sensei shidai desu ne. Dochi ga ichiban tekisetsu ka tokoto wo jibun de erande. まあ、学生によって自分の能力とかですね、学生の能力に合わせてその評価方法を選んでくださいね。はい、次はシャフィカーさんどうぞ。Dari saya sama je, saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Sensei Gata yang sudi meluangkan masa hari ini, sudi berkongsi ilmu. Dan ilmu yang dikongsikan tu sangat-sangat menjadi benda yang barulah untuk kami sebagai Mirai no Kyoshi, Nihongo no Kyoshi. Dan insyaAllah kami akan gunakan apa yang dikongsi tu tadi sebagai rujukanlah sangkut ninari mas pada karamu. Baik, terima kasih Syafiqah. Saya itu dia hijau. Mari saya no Kyoshi janai syorai no Nihongo Kyoshi gata kara desu ne. Itu koto. Netsuki wa desu ne Indonesia gawa no sensei gata kara zehi. Itu koto onegai shimasu. Kita mulakan dengan Ibu Irene dahulu ya. Ibu Irene silakan. Okay. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan kali ini. Ini sungguh luar biasa. Saya awalnya tadi sangat doki-doki. Dingin, tangan saya dingin, saya takut nanti kalau salah menyampaikan informasi begitu. Tapi akhirnya sudah bisa terlewati dengan baik. Saya senang bisa menjadi bagian dari workshop ini. Semoga semuanya nanti lancar dan sukses saat menjadi the next teacher ya. In the future gitu. Oke, mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Bu Airin, jangan lupa sampaikan salam kami daripada Malaysia untuk teman-teman dan juga kepala sekolah di sana ya. Ya. Terima kasih daripada kami untuk mereka semua di sana. Dan ya. Seterusnya kita persilakan Ibu Siti Mukramah, silakan. Ya, terima kasih. Ini merupakan pengalaman pertama untuk berkongsi dengan para guru dari Malaysia. Sungguh pengalaman yang sangat berharga, kami bisa sharing pengalaman pembelajaran. Memang pada awalnya dari bahasa Jepang saya yang tidak begitu bagus,
terus menghadapi para sensei tadi yang memang bahasa Jepangnya sukoi desu kara. Watashi wa kinchoshite iru ne, kinchoshite. Demo nankai mo renshu shimasu kara, daijoubu da to omimasu. Hai, semoga pada suatu saat nanti kita bisa berkolaborasi lagi ya, yang sangat bermanfaat, tidak hanya tentang pembelajaran, mungkin karena ini literasi, mungkin menulis buku tentang pembelajaran atau yang lain, bisa berkolaborasi dengan guru-guru di Indonesia. Terima kasih Pak Ghazali juga dengan Sensei Taji yang lain, semoga nanti ke depannya menjadi kolaborasi yang baik dan bermanfaat bagi kita dan siswa-siswa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. こちらこそ どうも ありがとう ございます. 本当に いい案ですね. 先ほどですね. やっぱりこれからですね. 将来的としては 多分何か 一つのものを作って 日本語教育のためですね. まあ教材としてとかですね. まあなんかわかんないですけれども. まあ今度何か 皆さんちょっともう一回 集まっていろいろ考えていきましょう. まあ日本語教育のためですね. やっぱり日本語として これからですね 多分マレーシアとインドネシアも ぜひぜひこれからもですね なんていうかな仲良くなりますようにということですね まあ非常にというか、まあますます今のところも本当にマレーシアとインドネシアもいい良い、なんていうかな、いい関係があるんですけども これからですね 教育としてはですね ますます日本語教育とかですね教育の面で良くなりますようにですね そういう関係は次はですね kita persilakan Ibu Lisa Anggrani. Silakan ya, Ibu. Terima kasih. Ini merupakan pengalaman bagi saya yang sangat luar biasa bisa berkongsi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat di lain negara. Sungguh suatu hal yang luar biasa bagi saya. Kecira kosong. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga tadi hapyo atau sesuatu yang saya berikan dapat dipahami, dapat bermanfaat nantinya. Jadi karena berbagi ilmu itu sangatlah wajib ya, akan bertambah ilmu yang dibagi akan bertambah, bukan tambah berkurang, bukan berkurang tapi malah bertambah. Semoga kedepannya kita bisa melanjutkan komunikasi lagi, tidak sebatas hari ini saja, mungkin kita bisa menjalin komunikasi mungkin dengan media yang lain seperti itu. Jadi mungkin harapannya tidak sebatas ini kita bertemu, kita saling berkomunikasi, kita saling berdiskusi seperti itu. Kedepannya mungkin lebih banyak kesempatan yang lain. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih sejujurnya pada kami di Malaysia atas kesempatan waktu yang diberikan. Terima kasih ya. Ibu Bini, silakan Ibu Bini, kata-kata nasihat dan juga sedikit sumber inspirasi kepada guru-guru Malaysia, silakan. Hai, domo arigato gozaimasu. 本当はこういうチャンスは本当に一チャンスだと思います。なぜかというと、初めてのチャンスですね。そして、この発表する前は私3回ぐらい生徒、先生たちと一緒に打ち合わせました。なぜかというと、本当にドキドキして、あんまり自信がなくて、心配していますので、 ちょっとできるかどうかこういうことを考えていますので、できる限りちょっとやっていますね。そしてこういうことは先発表しました。トライ先の先生たちの希望はできたら何かするかこういうことをしますので、トライ的に晴れ試合と遠征試合と一緒に日本語のこととか もっともっと良くなったらいいと思います。特にインドネシアの先生たちは日本語の乗り方とか日本語の教え方とか多分まだ足りないと思いますので、
Maresiano, sensei tachi to kuraberu to sukoku sa ga aru to omimasu node, koyu koto wa hontou ni hitanzu da to omimasu. Mata yoroshiku onegai shimasu. Hai, kuchira koso yoroshiku onegai shimasu. Hontou ni yoi workshop da to omou desu kedo, kyou wa desu ne. Yappari sorezore no kuni kara desu ne, dou yatte nihongo hyouka yaru ka tokoto desu ne. まあ、とても参考になるんですね。勉強になると思うんですけれども、ぜひぜひマレーシア側の将来の日本語教師になる皆さんは、これを参考としてですね、やってみてくださいですね。まあ、今日の、ワークショップはここで終わるということはじゃないと思うんですけどもですね、これからこういう関係はますますですね、深くして、まあ、これからもですね、何か必要があれば、皆さんこういうミートで、いろいろ、なんていうかな、会議でも、打ち合わせでもできるんじゃないかなと思いますですね。まあ、あと、itu saja daripada kita untuk workshop pada hari ini. Jadi, sebelum kita akhiri workshop kita pada hari ini, kita persilakan Bapak Waluya MPD daripada Sekolah Menengah Atas Negeri 1, Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur, menyampaikan ucapan sambutan sebagai penutupan kepada workshop kita pada hari ini. Dipersilakan, Bapak. Oh, terima kasih ya, Dr. Muhammad Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan dengan bahasa apa ini, Dokter? Bahasa Inggris, bahasa Jepang ya, Pak ya? Bahasa Jepang atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Malaysia bahasa Inggris ini jadi bahasa resmi ya, bahasa Indonesia ini masih belum. Baik, alhamdulillah kami bisa bersua kembali meskipun di dalam layar ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kita berterima kasih kepada semua penyelenggara ini, Bapak Dr. Muhammad Ghazali. Kita terima kasih semuanya kepada para pimpinan ya di IPKKBA di Malaysia yang menyelenggarakan INLAW International Language Online Workshop 2021, dua sesi yang sangat bergembira semuanya ini. Nah, sebelumnya saya dengarkan dari tadi Pak, kita sudah siap dari pukul 3, tapi justru ini saya mengikuti ini mengerti semua bahasanya ya. Artinya bahasa yang sangat gembira, luar biasa. Kalau orang Indonesia ke Malaysia ini namanya merantau Pak, tapi kita merantau langsung ya. Artinya tidak perlu merantau yang susah-susah ya. Tapi dari para guru menyampaikan bahwa sebaiknya ini program dilanjut lagi Pak Ghazali. Artinya ini satu terobosan dari Bapak Ibu guru kita, ibu-ibu kita, dan juga fasilitas yang sangat hebat ya dari Malaysia. Kita berterima kasih kepada semua pihak, dari para dosen, dari para guru bahasa Jepang yang mengawali kerjasama ini, dari para siswa juga yang ada di sana, ada dari institut itu juga, dari SMA kami mewakili, dari SMA Wonoayu dan SMA